オランバトル州における部隊は統合軍事訓練センターに基づいて戦術訓練を実施しました。 10日間以上続いた統合戦術訓練は3段階にわたって行われました。同訓練は射撃部隊と専門部隊の準備向上、軍人の任務推移行能力向上、支部間の射撃総合運用性と戦術総合運用性の向上を目的としました。 今回の陸軍地上部隊の総合戦術訓練は、ウランバトル市における部隊に限らず、ホブド県の遠く離れた地域、ドルノド県の平原、セリンゲ県のセリンゲ川の岸辺、南部のゴビ砂漠などで同時に実施され、全国各地で成功を収めました。同訓練に徴兵の役割が重要でした。 訓練の60%は徴兵によって行われ愛国心を教え込みあらゆる戦争兵器の射撃術が教えられました総合戦術訓練の最後に強化された中大戦闘射撃が実施されまた軍事パレードも行われました同訓練の目標と目的は完全に達成されました 陸軍中将部隊の司令官らは割り当てられた任務を成功に推行し訓練から得た知識を業務に応用しています。